ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、最近こんな本、うん、アランの幸福論っていうのを、うん、買いまして、うん、パラパラって今読んでるんですけど、うん、これはアランの幸福論、うん、世界三大幸福論の一つで、うん、最も読むべきなんて言われているものでございますと、うん、幸福論ですよ、うん、幸福論、幸せになるためにみたいな、みんな幸せを求めてきてますからね、はい、でこの中で、うん、はっって思ったのが、うん、ブケファロスの馬っていうのが出てきた、うん、出てきてですね、うん、まあ、この馬、うん、とても体格が良くてですね、うん、とても名馬に見える、うん、見た目は超名馬、うんうん、関戸馬とか花の刑事でいうと松風でしたっけ、うんうん、松風、とても名馬なんだけれども、うん、とても手に負えない、うん、みたいな馬が出てきてですね、うんうん、誰もできないよってやってるんですけど、うんうんうん、ある一人の青年が来て、うんうん、この馬を乗りこなせてみせるって言って、うんうん、馬の鼻先をパッと掴んで、うん、ギュッて太陽に向けた瞬間に、うんうん、その馬がおとなしくなったっていうんですね、うんうんうん、でなぜかというと、うん、その馬は、うん、自分よりも巨大な影に怯えていた、自分の影に、うんうん、怯えていて、うん、それを見せなくした瞬間に、うんうん、落ち着いてとても活躍しました、うんうん、その青年の名前は、うん、アレキサンドリア大王ですみたいな、みたいな話が載っていてですね、うんうん、要は見えない影に、うん、見えない影に怯えていた、うんうんうん、で人にはネガティブな感情があって、うんうん、それを突き止めることが重要ですみたいなことが書いてあるんですね、うんうんうん、情念にとらわれるな、うん、みたいな話がされてるんですけども、うん、情念っていうのはここで言うと、うん、理性では抑えられない感情、うんうんうん、なんかちょっとエニアグラムっぽい話になってきましたけども、うんうん、情念にとらわれるなと、うん、でその情念っていうのは人間の想像をかきたてると、うんうん、想像力をかきたてて、うんうんうん、まあ、私タイプ6なんですけども、うん、もういらん不安をね、うんうんうん、もう全てにいらん不安を想像して、うんうん、さも起こるかのように、うん、どうしよう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 、うん、ってなる、うん、これ多分このブケファロスの馬でいうところの巨大な影ですよ、うん、巨大な影ですね、はい、でこれに気づくと、うん、まず気づくといいよっていう話がされてるんです、うんうん、それは影なんだよって話ですよね、はい、実体ではない、そうで何も危険ではない、うんうんうん、何も危険ではない、自分で勝手に作り出したものに、うん、タイプ6的に言うと怯えているのか、うんうんうん、まあ、他のタイプで言うと怒っているのか、うん、まあ、どうせっていじけているのか、うん、エニアグラム的に言うとらわれ的な、はい、うん、な話なのかなと、うんうん、でオチとしては、まあ、そういうことにこだわらずに行動しろ、うんうん、でこの本では言ってるんですけども、うん、そのエニアグラムで言うと、うん、その行動の方向も示されている、うんうん、なんで今回はそんなね、うん、なんかその囚われとどんな行動をすればいいのかっていうのをお話しできればと思っております、うんうん、はい、で今回このアランの幸福論とともに、うんうん、最近鈴木秀子さんの秀子さん知り合いかのように鈴木秀子さんのエニアグラム活用術、うんうん、9つの性格を生かす方法っていうのを買ったんですけど、うんうん、ここにとらわれ、うん、各タイプごとのとらわれがとても簡潔に書かれていて、うん、はいはい、でタイプ1、うん、怒りですと、常に物事のあるべき姿を追求しているタイプ1は、うん、現実の不完全さに絶えず苛立っている、うんうん、で彼らは物事を完全な状態にするのが自己実現だと思っていて、うんうん、そのため劇場的な自己愛によって自らを完全じゃないと責め、うんうん、他をも完全じゃないと正そうとしますと、うんうんうん、怒りで、まあ、物事がうまくいかないことに対して怒ってるんですよね、っていう怒りっていう影がある、影がある、うん、から人を正さないといけないってピリピリして、人も自分も責める傾向がありますよと、うんうんうん、
見えない影ですと。見えない影。なんかその理想すら見えない影ですよね。なるほど。っていうタイプ1、うん、でタイプ2、うぬぼれ、うん、タイプ2は自分自身に劇場的な自己愛を集中させます、うんうん、それは他人を必要しないと自負するうぬぼれ、うんうんうん、なんで本当は自分が使える人々から認められることを必要としている、うんうん、と書いてあります、うん、要は私なんてどうでもいいから、うんうんうん、で自分の必要を認めない、うん、で他人の必要を満たそうと一生懸命ですけども、その反面無意識から相手からの恩返しを求めたり、その自分に頼ってくれる人を求める、上に立とうとしてっていうのも、こういうのも全て黒い影ですと。でタイプ3、欺き、この人々は自己実現は外観にあると考えて、他の人々に自分の良いイメージを売り込むことに精力を注いで、そのエネルギーが功績を生んでいきますと。ただし売り込みに失敗した時の落ち込みは激しく、失敗しても成功しても虚偽と欺瞞をエスカレートさせやすいっていうのがタイプ3ですと。なんでこの人も、自己実現は外界にある、要は見栄えさえ成功してれば、人から成功してるって見られたい、ね、見られたいっていう、それも、そうすれば世の中うまくいくっていう、そう思ってる影、キラッキラの影が、キラッキラの影が動かされている、動かされている、理性ではそう考えてないかもしれないのに動かされている、でタイプ4、羨望、タイプ4は自分を小さい存在と見ており、自分と他人を比較して目立つ人を羨望したり嫉妬したりします、彼らにとって自分より優れた結果を出している人の存在自体が自分の特殊性、特別であるっていうことに対する挑戦だからですと。その一方で他人の才能を素直に称賛する代わりに必死に見くびろうとする傾向がありますと。要は自分はちっちゃいけど、人はもっとちっちゃいって思いたいんですかね、思いたいっていうのと、称賛するのと同時に大したことないって思いたい、矛盾する感じですねっていう影がある、影がある。でタイプ5、ケチくさ、タイプ5は自分の内面の空虚さを埋め合わせるため知的世界にこだわりを持ち、それが他人によって妨害されるのを恐れていますと、そのため自分の努力や能力、時間やお金を人に出し惜しみ、全部自分のためだけに使いますと、これも理性的に考えるとどうなのっていう話、そうですね、でタイプ6、恐れ、タイプ6は常に外界の現実の欲求にうまく応えようと自分を追い立てており、読みにくい。そのために心配と恐れを背負い込みますと、ことに義務に対する自分の達成度に自信が持てないとき、その不安と恐れは深刻になります、また規則に従おうと必死になると、人を物のように扱う傾向があります。わかるわかるっていう、なんか言葉の端々に伝わりますもん、はい、まあ、こことの、まあ、関係ちょっと長くなってきましたけども、タイプ6感はとても体調には伝わってると思います。そう、なんかこう言ってください、どうぞ。こう自信がないからこう、はい、人の評価がそういう気になって、もう言い訳を先にしとくみたいな、もうすいませんみたいな、はいはい、ありがとうございます、ご指摘ありがとうございます。そんなとこですよ、はい、恐れも黒い影です、影です、はい、タイプ7、報酬、苦しみを避け快楽を追求するタイプ7は、状況によってその劇場的自己愛を報酬、つまり自分勝手や気ままさ、独善性にエスカレートさせる危険性を常に持っています、彼らが未来に追い夢を追い続けるのも、現実を逃避する、現実を逃避する思いの強さによるものです、タイプ8、放慢、タイプ8は放慢さによって過度に自己を主張します、
自分への思いへの強固なこだわりがあるために、うん、意見の異なる人間には愛なしに、愛なし、つまりまるで宣告するように真実を告げますと、うんうん、で自分が阻害されたと感じると、うん、勝手にしろとひねくれて皆を足げにして立ち去りますと。わかる、わかる、わかる。タイプ9、うん、怠慢、うん、タイプ9は人と交わって興奮や葛藤にされることを極力避けて、うん、自分に引きこもることで外界と適応しようとしますと、うん、引きこもることで外界と適応しようとするんですね。そう、なんか難しい日本語ですね。この生来のことなかれ的な成功は、うん、怠惰の罪を犯しかねませんと、うんうん、何もしないことに満足を求める、うん、なんかこれも難しい日本語ですね。何もしないことに、何もしない、でもそこは分かりますよ。あ、そうなんですね、うん、何もしないことに満足を求めるという、うん、劇場的自己愛の結果です、うんうん、何もしないことに満足、だから要はそんなにこう人からの評価が欲しいわけでもないし、はい、何ですかね、一番いいのは何もしなくても好きな時間に起きて好きなことして好きなもの食べて好きな時に寝れるっていうのがこう理想の状態なんですよね、うん、まあ人のなんか、うん、こうやって輝いてる自分がとかっていうの、うん、そういうのはあんまりないんです。そういうのはあんまりなくて、それができてるのが最高に幸せじゃないですか。南国でこうのんびりずっと好きなテレビ見てとかそういうことしてたい、ずっとずっと、あ、まあ、だからその人と関わることもありますよ。そのずっとやりたいことの中に友達と楽しく話をしてとか、友達とぬるいですね。そういう感じです。なるほど、まあ、だけどそんなのは手に入らないじゃないですか。そうですね、うん、で、まあ、このようにここで鈴木デコさんがおっしゃってるのは、うんうん、まあ、こういった誰もが囚われ、うん、すなわち性格の歪みを持っていることに気づいたなら、うん、その自分自身の問題点を受け入れることに抵抗はないよねと、うんうん、手放せるよねって、そう、要はアランの幸福論、うんうん、要はそのネガティブな感情を突き止める、うんうんうん、囚われを受け入れる、うん、受け入れるっていうことが、うん、あ、これ共通していると思って、うんうん、じゃあこのアランが言うところの、うん、そういうことを考えずに行動しろっていう、うん、その行動の方向も、うん、エニアグラムでは示してくれている、うんうん、まあ、誰もが9種類の力のうち1つの力を与えられて生まれてくると、うん、このメッセージには2つの意味が込められてますよと。1つは、完全な人間などありえない、うん、人間は本来偏りやすいっていうことに、うんうんうん、気づいて、うん、それが快の時不快の時っていうのも分離の方向に行きやすいって書いてるんですね、うんうん、この分離の方向って言ったのは、うん、囚われがより濃くなっていく、うん、なんでそれを理解することが自由への一歩で、囚われを消し去ることはできないけども、うん、その囚われの弊害を解消するためには統合の方向に、うんうん、統合の方向に向かいましょうっていうのがエニアグラム、うんうん、でアラン先生が言う行動も、うん、統合の方向の行動を真似する、うん、そうか、このさっき二等兵から聞いた話、はいはい、でいくとこの行動しろっていうのが、はい、こうがむしゃらに頑張れっていうことではなくて、はい、なんか態度だとか、はいはい、言葉遣いだとか、はい、そういった細かいところをこう意識しなさいみたいなのを言ってますよね、はい、っていくとこうエニアグラムで言うと統合の方向の、はい、行動だとかそういったところをちょっと意識するといいのかなみたいな、はい、うん、で例えば、タイプ1は、うん、タイプ7の楽観的で、うん、ナルシスト的な誇りを学ぶことで、うん、自分や他人に対する批判的、うん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 、否定的な囚われを解消することができますと、うんうん、タイプ7の人生の明るい面に目を向けて、うんうん、自分の楽しみを上手に見つけ出して、うん、周囲の人々とも楽しみを分かち合おうとする、うんうんうん、っていうタイプ7の長所を取り入れることで、うんうん、あのタイプ1のこの完全を求めるっていう気まじめさを和らげることができますよ、うん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 、なんで多分真似するだけでね、まあ、そこを意識してそう真似していくっていうのが、まあ、最初はこうしっくりこなくても慣れてくるんじゃないかなって、はい、でタイプ2、うん、タイプ2は
私は独特だというタイプ4の誇りを学ぶことで、他者から必要とされるかどうかっていうことに一喜一憂して自分を見失ってしまうっていう弊害を避けることができます。要は人からじゃなくて私が楽しければっていう面を学ぶ。私はこうしたいんだっていう言っていいですって話ですね。はい。そうすると、まあ、自分の感情に素直になって、自らの深い部分を他者に伝えるっていう自己表現の能力を獲得できますよと。で、タイプ3。タイプ3は、私は忠実だというタイプ6の誇りを持つことで、攻撃的な行動、要は人を蹴落としてでも成功すればいいっていうとらわれに逆らうことができますと。この忠実さと従順さというタイプ6の美徳を意識するようになると、例えばタイプ3は職場のスタッフへの細かい配慮ができるようになったり、このどんな犠牲を払ってでも成功したいっていう強引さを緩めることができる。だからなんか忠実とか従順とか言うとなんか分かりにくいんですけど、はい、要は人のためにってことですよね、はい、周りの人のためにだから、周りの人のことをもうちょっとよく見て、そうですね、そうすると、まあ、一人の力よりも、周りが今度は協力してくれるようになって、もっと大きなことができるよって話。で、タイプ4は、着実で実践的なタイプ1の、私は働き者だという誇りを持つようになると、過度にロマンチックで引きこもりやすい欠点を矯正して、積極的に社会と関われるようになります。なんで、どうせ私なんてっていう態度じゃなくて、ちゃんとできる。ちゃんとできる。現実的に。現実的に。で、タイプ4には外界への防御的な構えがありますが、タイプ1の方向へ動くことでもっと現実的に関わることができるようになりますと。なんで、タイプ1が目指すのは完全な理想。タイプ4の持ち味は洗練された感受性。これが組み合わさるとより大きな業績を上げることができる、うん、そういうのが実現させられるかもしれないってことですもんね。自分の抱えている特別な面が現実にっていうことですね。うん、で、タイプ5。タイプ5は、私は強いというタイプ8の誇りを持つことで、人から離れることなく持ち前の知的能力を活用することができるようになります。タイプ8の方向に向かうことで、思考だけに偏った生活態度から、この自分の本能が、本能から生まれる力を信頼して人と関わる、自分が蓄えた知識を人のために使う、最高じゃないですか。最高ですよ、はい。で、タイプ6。タイプ6は、私は OK であるというおおらかで落ち着いたタイプ9の誇りを持つと、外部の強い力に過敏に反応して押し流されやすい依存的な傾向に逆らえるようになりますと。タイプ9は、外界の変化や他者の行動はみんな大したことではないという、のんきさを持っているので、ディスっとるじゃないかと思うんですけどね。大したことないですよね。タイプ9の方向へ進むことで、まあ、外界からの刺激が良い意味で鈍感になって過敏に反応せずに済むようになって、状況に自然に反応できるようになりますと。適応できるようになりますと。タイプ7、はい、私はよく知っているというタイプ5の誇りを持つことで、苦痛や退屈さを避けようとする囚われに逆らうことができますと。タイプ5は、他人から遠ざかることを好むが、タイプ7にとってはむしろ他人から遠ざかって一人でじっくり考える時間が必要です。まあ、そうやってその相手の立場に立って遠くから見て考えることで、さまざまなアイデアをつまみ食いする悪い癖が矯正されますと。集中しましょうって話ですよね。そうですね。で、タイプ8、タイプ8は、私は人の助けになるという献身的なタイプ2の誇りを持つことで、力を闇雲に示そうとする囚われに逆らうことができますと。タイプ8は、優しさの表現がとても下手、で、他人を攻撃しようとするので多くのトラブルを生みがちですが、他者への心配りが巧みで、常に優しさを表現しようとするタイプ2の美徳を意識することで、柔和な対応ができるようになる。まあ、そうですよね。もう嘘でもそういうふうにしてもらえれば、自然と人は寄ってきますよね。人は寄ってきますよ。はい。
その力を人のために使えるんですもんね。それはもう最高です。最高ですよ、はい、でタイプ9 タイプ9は私は成功しているというタイプ3の行動と実績に対する誇りを持つことで、引きこもり葛藤を避けるというとらわれに逆らうことができます、うん、タイプ3の効率性を重視し成功を手にするという自己イメージをタイプ9が持つには、まず自分の秘められた才能を再発見しなくてはならないと。もともとタイプ9は自分は愛されることを期待するべきではないって考えて、何もないことでも満足っていうふうになるんですけども、タイプ3の感情を中枢、タイプ3の感情を呼び覚ますと、愛されたいっていう願望が強まって、じゃあ愛されるためには何をしなければならないのかっていう考えにも及ぶようになるよと。なんで分かる気がします。なんでまあ、そういったその、ブケファロスの馬でいうところの黒い影、理性では抑えきれないところを持っているのをまず理解して、嘘でも統合の方向、意識する意識する、そういった行動をしてみると、幸福になれるよっていう、それが第一歩ですよみたいなことですね。そうですね、行動しろっていうのは、はい、でその行動っていうのがエニアグラムに示されているんじゃないかっていうお話でございました。はい、わかりました。すいません偉そうに。あ、このすいません偉そうにっていうのも、そうさっきのさっきの話ですね。そう、何かに私はビクビクしている。そう、自信がない。自信がない。このいつも愛の話をするじゃないですか、はい、で僕愛の話ピンとこないんですよね、はい、で今こう私は愛される価値はないってあったじゃないですか、はい、だからそういうのがあって愛に対してあんまりこう疎いのかなって思いましたよ。ああ、なるほど、はい、愛されたいとそんなに思ってないみたいなっていうのは、愛される価値がないって思ってる。で、あ、愛されなくてもっていう裏返しなんですね。そう、愛されなくても大丈夫という意識が強い。あ、なるほど。のかなっていう。なるほど。愛されなくても満足するようにできてるみたいな。僕はどうしてもその愛されたいっていうのは、まあ、愛されたいイコール認められたい、認められたいイコール認められていないとこの組織から僕は見放されるっていう恐れがあるんですよね、で僕はこう愛されなくても大丈夫って思おうとしてる、自分には価値がないからみたいなっていうことに気づいて違うと、そう、違うと、統合の方向をまずそっちに動いてみる、そうするとタイプ9はすごく愛される、はいはい、タイプ9で言えばっていうのが幸福ですっていう話ですね。幸福です、そこが本当の幸福ですよみたいなことですよね、はい、いかがでしょうか、はい、エニアグラム的幸福論、エニアグラム的幸福論、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。